日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ちな、地元のスーパーで買ったソースヒレカツ丼を食べたいと思います。ソースカツって聞いたことありますけど、果たしてそれがヒレカツになってさらに丼にまでなっているとどんな味になるんでしょうね。では早速カツからいただきます。ちょっとトラブってますけど、ソースヒレカツ丼のソースはしっかり衣に染み込んでいて美味しいですね。しかし撮影器具が倒れると本当困るな。ハプニングとしてはまあ美味しいんだけど、純粋に食レポしたい立場としては困る。あなたはどう思いますか？とまあこんなこと聞いても仕方ないんですけどね。だけどやっぱりお肉は美味しい。しかしさ、うちの弟が Facebook に肉は正義ですわとか書いてて、要素など投稿するなと思ってたんですけど、まあ確かに美味しくはあるんですよね。まあ、ただ、正義っていうことかな。だけど、やっぱりご飯とよく合います。ごちそうさまでした。お肉の量は若干控えめでしたが、あっさりとした旨味があるヒレカツと濃厚で少しコクがあるソースの相性はバッチリで、垂れたソースがご飯にも染み込んでいるので味を逃していません。丼系統はこういう風にしてご飯がソースや出汁などを吸ってくれるので旨味を逃がさないのがいいですね。まあ少々カロリーは気になりますが、お肉が美味しいのでもし機会があれば食べてほしいヒレカツだと私は思いました。というわけで今日食べたソースヒレカツ丼は4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。